有神館合気道場京都内科機構研究会の柳です。今日もですね、自宅でできる八景シリーズの続きを撮りたいと思います。ちょっとしばらくぶりなんですけれども、前回までにですね、経緯拳とか八景掌とか長方太極拳の八景というものを撮ってきました。で、今日はですね、非常に世界的にスタンダードな洋式太極拳のですね、八景について考察してみたいと思います。で、これに関して八景というものなんですけども、単なる力ではなくて、螺旋とかですね、あるいは、丹田とか、小周点ですねを使うということを、これまでも説明してきましたけれども、今日はちょっと螺旋にスポットを当ててですね、説明したいと思います。で、八景の景という字なんですけど、もともとその字の辺の部分はこういう字が使われてましてですね、これはどうもその糸がですね、とか、バネみたいなものがですね、地中からこう上がってきてる様、あるいは上から垂れ下がっているような様を示しているようです。なので、私たちの解釈としては地球から、螺旋が上がってくるということで、古代の中国人の人たちのですね、非常に鋭い感性を表しているかなと思いますけれども、そこから字が派生して、今度はこういう景の字ですね、茎であるとかですね、あるいは頸椎の首の意味ですね、景の字であるとか、一部まあ略字になってますけれども、それから八景の景ですね、単純な力ではないものを指してますけれども、こういう字に派生していく形になります。これをですね、ちょっと実際に、実技で螺旋というものを表してみたいと思います。で、太極拳の代表的な技に、イエマフェンゾンというものがある。これを、螺旋形で表してみたいと思いますけれども、まず一般的なイエマフェンゾンの、使い方は、このようにブロックされた時に、虚栄腸形といいましてですね、背骨から伸びていく、それから遠くを見る、丹田を中心に足を踏んでいくっていうことで、ある程度、力が出てくることになります。で、これをちょっと合気道的な解釈にするとですね、これをブロックしていただいた時に、合気道の場合はこのぶつかりというのを嫌いますので、このまま遠くを見ながらぶつからないところを上げていくっていうふうに形をすると、より技がかかりやすくなります。で、もちろん背骨の動きも使ってます。で、今度はですね、螺旋を使ってみたいと思います。このようにですね、はい、ぶつかった時に地中から上がってくる螺旋を丹田から背骨に伝えて、これが伸びていくと、このぐらい技がかかるようになります。これが、洋式太極拳の螺旋形の解釈になります。以上です。次に、洋式太極拳の代表的な技の、一つであるローシアオブですね、をやってみたいと思います。このような、案を主体とした技なんですけれども、ローシアオブを、ブロックしていただきます。この状態。で、通常の、太極拳だと中指を伸ばして遠くを見て、丹田から背骨を通して発形するんですけれども、これで足を踏むっていうことになると、ある程度技がかかることになる。だけどまだ力がぶつかってますので、この状態で合気道的に解釈をすると、相手の手を包み込みます。包み込んで力の所在をなくしておいてから、足から丹田へと力を発揮しますと、だいぶ技がかかることになります。で、今回の、螺旋を使うというテーマでいきますと、この状態から、はい、まず包み込んで、下からの渦を相手に伝えると、このような技になってきます。
これが螺旋形を使った四色大黒拳のロシア語になります。以上です。